はいどうもお茶です。今日もギルティギア回を使ってランクマをやっていこうと思います。なんかバグ出ましたねはい、ということで対戦相手の方が見つかりました。レオの方ですね。日本人っぽいのでね、ラグは大丈夫そうですね。あとね、話変わるんですけど、プレマとか俺募集してるので、特にスチーム版は全然対戦できる人がいないので、よかったらコメント欄とかさ、ツイッターとかに、言ってくれれば、喜んでいきますので、よろしくお願いします。さあ、頑張っていきましょう。レオ結構ね、回苦手。え？違うな。回きつい相手なんですけど、頑張っていきます。おいしい。バス入ってくれた。あ、これ痛いですね。あ、やばい、サバンナが始まる。あ、セーフ。おっ、ちょっと、やめろ、そのドグラ式。はい、アイゼンあるよ。こっからのアイゼンとかがあって怖いですよね。おいしい。あー、マジか。あ、これはロマキャンで。オッケー、危ねえ。勝手に投げミスったことドグラ式って呼んでます。オッケー、暴れつぶし。投げに行きましょう、これ。両対応、昇竜と。おいしいですね。これは、セイク。ただ、持続。最強の置き攻め来たんで、これ。はい、最強。持続最強。マジ。あ、ちょっと嘘。あ、危ねえ。いろいろミスちゃったけど、まあ、勝ったので、よし。普通にあれだったな。6杯ガイアイクラだったな。結構、重量級には6杯、2K、6杯、2K、6杯みたいなのが難しいから、普通にガイアイクラですね。実はね、2K、6杯、2K、6杯よりね、ダイヤエクラから、タチハイス、フーズルとかの方多分減らせるんじゃなかったかな。まあ、一番いいのは 2K6 杯ですね。ダイヤエクラ、2K6 杯、ハイスラベイパー。できれば一番減ります。頑張りたいところです。やばい、これもめくりなんの？やばい、パワハラ受けてる。パワハラ受けてる、逃げる。あー、マジか。あ、見えないです。これ18フレの中段。見えない。見えるものじゃないです。ファジーぐらいしかないですね。あ、やばい、死ぬ。おやばい、投げ漏れた。許して。許してほしい。勝利打ちます。あー、マジか。ハイソラチャージ。あ、これはボックスしてるんで拾えるやつ。うますぎ、今の判断。今の判断、地味に馬ポイントですよ。あ、惜しい。これはセイクだな。たまにね、セイク、壁割れない時あるんですよね。あ、持続見せてた。これ裏なんで。はい、投げる、これは。これはね、ここちょっと危ないんで。あー、やっちゃった、マジか。でもね、ロマキャンしても死なないはず、これは。オッケー、いいよ。あ、これかくた。ちょっと安い。あ、安いっていうか、もう何もできてね。あぶねー。ごちゃったな。レオ戦はね、結構、危ないシーンがね、あるんで。スバイと投げれるようにならないとね、今作のレオ戦はマジで話にならないから、そこほんと頑張りどころですね。さあ、ダウン取って。アイザンあるんで、警戒しつつ。はい、マイピーこれは。これ立ち合いで拾えない ?6 回だったかな。やばい、やばいこれ。非常にまずい。逃げる。なんで止めたてないの？あー、デイパーも出ない。このゲームリバーサー難しい。美味しい。うますぎるこれ。これちょっと危ないな。やってない、やってない。いい、いい、いい、大丈夫、大丈夫。安全に、安全にじゃない、冷静に。はい、しょうがない、ここで打つしかない。うわ、マジか。ちゃんとハイスラ置いてましたね。どうしよっかな。レオ戦はね、本当に難しい。多分、カイツ界の皆さんもね、思ってると思います。アイゼン？アイゼンしないな。オッケー、これ金盤入ったのは美味しい。やばい、ラッキー。なんかこれさっきも見たぜ。オッケー。何？それ、勝てるんか。オッケー、これかかった。よね？よね？よね？危ねえ。ワンチャン当てに間に合うかなとか、脳裏によぎったりしたけど。大丈夫でした。はい、これは、キンエスダストですね。キンエスダスト、ニエス立ち合いが、
多分一番最大なんじゃないかな。なんか一時期2杯すらからチャージスタンとかもやってたんですけど、あんまりコンボがわかんなくて、今はね、金 S、これは確定ますね。金 S、溜め出すと、ってやってます。勝利の攪拌は。何がいいのかは、どっちがいいのかはわかんないですけど。あー、またここ俺サボり気味だな。バックスある？オッケー。これは6回ですね。バースト読み。オッケー。これは完璧ですね。危ない、危ない。レオ戦はね、意識することはやっぱツバイトですかね。ツバイトはね、立ち回りで出されたら投げないとマジできついですね。裏回りでガードで確かプラギなんで、そっからサバンナで最強の崩しが来るから、ツバイトはね、ガードはダメですね。食らうのもダメなんで、だからもう投げぐらいしかないんですよね。まあ、本当はね、投げ以外にももっとリターンが取れるのがあればいいんですけどね。はい。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。